インプロバイダーの臼井康弘です。今日はフォークシンガーに音楽活動を学ぶということについてまとめてみましたので、こちらをご覧ください。1000人とか2000人ぐらいの大きなホールで活動されていたミュージシャンが今小さなスペースですね、200人とか100人とか場合によっては50人以下の小さなライブスペースの方で活動をしているということが年々増えていっております。名前のある方、有名な方でもですね、ライブをやっているのは活動としては非常に小さな場所でやっているという印象を受けている方も結構多いんじゃないかなと思います。昔のようにですね、メディア、マスメディアの影響力が強かった時はですね、一気に広告などでですね、たくさんの方に情報を流してたくさんの方に来ていただくということが可能だったんですけども、今はそれがなかなか難しいですね。広告を打っても届かないし、なかなか響かない、反応してくれないということが、状況がどんどん加速していますね。今なおですね、1000人とか2000人ぐらい、もっとたくさんの方を集めれる方というのは、メディアがですね、影響力があった頃に確固としたブランド力を持ってコアなファンですね、になっている方がですね、が多い方のみがですね、今なお支持されているということになっていますね。そういった状況の中で音楽活動のですね、原点に立ち返るということが大事じゃないかなと思うんですけども、私の考える音楽の原点というのはフォークシンガーの、一人で活動されているフォークシンガーにあるのではないかなと思っています。そういったフォークシンガーの方がどういった活動をされているかというと、全国に100人のコアなファンの方、もうファンを超えて個人主催するぐらいの熱狂的なファンですね、そういう方がいらっしゃると。でその方とも長くお付き合いがあって、親友とかですね、同志というような関係性になっていて、プロモーターを通さずに個人的な連絡を取りありながらですね、ライブを進めていく、作っていく、手作りのライブを作っていくという活動が主な活動ではないかなと思います。それで、各地で年に1から2回ですね、規模も20人から50人ぐらい、年間150本前後で、頻度は都市規模に応じてですね、程よい程度ですね。やっぱ大きな都市では年に2回ぐらいでも大丈夫だと思うんですけども、やっぱり地方に行くと年に2回だとちょっと多い。主催する方もですね、年に1回ぐらいだったら20人から50人ぐらいですね、人を集めることができるということですね。主催者の方にとってもこれは結構いい年中行事の一つになる、なっていたりもするんですよね。で同じ、価値観ですね、趣味、共通の、趣味ですよね、音楽の趣味が合う方と年に1回会えるというのはですね、主催者としてもいいですし、お客さん同士も仲良くなるというですね、いい関係性ができているのではないかと思うんですけども、そういったライブの活動をされている、ウィンウィンの関係性の中で活動しているということですね。なので継続できるということですね。でフォークシンガーの強みというのは、一人で活動できる、一人で移動できる、身軽ですよね。それと生音でもライブができますので、PA がある会場に限られず、カフェとか飲み屋とかギャラリーとか本屋さんとか、どこでもスペースさえあればできるということですね。あと、身近でですね、ダイレクトに音楽を伝えることができるので、深い体験を与えることができる、結果的に、すごくですね、印象に残るライブができるんじゃないかなと思います。それで特に個人主催が多いので、基本的には情報はリアルな口コミですよね。その人を通じたお誘いであったり DM だったりが基本ではないかなということですね。これはやはりなんだかんだやっぱりネットがですね、ネット
ットでこう情報を流すっていうのがですね、まあ広く伝えるには便利なんですけども、なかなか深く、実際に集客まで、つながるのはやっぱり口コミでですね、リアルに、本当に好きな人、自分の知り合いからですね、これはいいよって言ってもらったおすすめがですね、一番やっぱり効果があるんではないかなと思うんですけども、そういうのが基本にされていますので、非常に強いということですね。で、福神館の方は非常に地道な活動をされていると思います。やっぱり人間関係をですね、非常に大事にしていて、あとファンの方とのコミュニケーション、特に MC とか非常にあれですよね、魅力的な方多いですよね。面白いかったりとか、研究の話とか旅の話とか、海外行った時の逸話とか、まあ、ミュージシャンの裏話とか、そういったですね、音楽だけではなくてですね、その人の魅力っていうのをですね、前面に出して、ファンとの方とのコミュニケーションを取って、いるということですね。それで、だけではなくてですね、主催者とか地元の、まあ、協力してくれる方々との、関係っていうのを非常に大事にしている、まあ、大事にしている方が今なお、活動を続けられているという印象が非常にあります。最終的には、自分のライブというものを、ライフイベントにして、くれることができれば、継続的に、音楽活動 を安定して、できるのではないかなと思っております。自分のライブをですね、もう何ですかね、年に1回、秋、この人のライブを行くっていうようなですね、もうライフイベントに、まで、してもらっていくことができればですね、いつ行ってもですね、会いに来てくれるという状況が作れるのではないかなと思います。まあ、それぐらいの、深い、関係性をですね、持つことが大事ではないかなと思います。まあ、今の、状況に置き換えると、まあ、例えばライブに来てくれた人とは何らかの関係性を持つですね、Twitter とか、メルマガとか Facebook とか、何らか、まあ、DM でもいいんですけども、何らかの形で、1回来てくれたお客さんとの関係性を継続して、持つということが非常に大事で、それを最終的にはライフ、自分のライブをですね、ライフイベントにしてもらう、まあ、この人が来たら必ず行くよっていうぐらいのコアなですね、ファンになってもらう、そのために常々のですね、地道な活動、ファンは一にしてならずということなんですけども、地道な活動が大事になってくるということが言えると思います。今日はこんな感じですが、またもうちょっと深掘りした内容も今後発信していくかなと思いますので、よろしくお願いします。ありがとうございました。